そう、ま、また光ったけど受けちゃった。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今感想はいかがですか。まああのラインの、ね、おかげで優勝できたかなと思ってます。スタートも取れた位置からっていう感じで、あの特にこれっていう作戦はなかったんですけど、まああのちょっとすんなり楽に3番手が取れて、僕もヒロトもだいぶこう剣とか来るんじゃないかっていうそわそわしてましたね。はい、完全優勝というところは、はい、ご自身はどういうふうに思ってますか。まあ、やっぱり G2 であのすごいいいメンバーが揃った中であの3日間1着取れたっていうのは自信になりますし、あの、まあ、人気してたんであの小松芝記念とか宮杯とかちょっと迷惑かけたんで、あそういうので、まあ、あの取り返してくれたお客さんがいるのかなとは思ってますけどね。ダービー後のちょっと本調子じゃないのかなっていう状況の中からここで調子を上げてきたっていう要因はどういうところにあるんですか。まあ、あのヒロとも相談乗ってくれましたし、あの師匠ともあの練習しながら相談して、まあ、自分だけの力じゃあのここまで戻らなかったかなと思っています。今後に向けての展望は、どういうお考えがありますか。うん、まあそうですね、オールスターからまたナショナルチーム戻ってきますし、まあ、どこまでやれるかっていうところはありますけど、あの、まあ、もっと自分はあの脚力っていう部分ではやっぱり劣っている部分はあるんで、まあ、そういうのをもっと鍛えていかないとなっていうのは常々思ってるんで。劣ってると、あの脚力が勝っていれば僕がオリンピック出れますし、そこに出れないっていうことはあの脚力を劣ってるっていうところをこう、まああの脚力が劣ってる分どうやって勝つかっていうことを考えて勝つっていうのが競輪なんで、普段見てくださるお客さんにはそういうところもすごい知ってほしいなっていうのはありますね。まあ、それが漢字の競輪とあのカタカナの競輪っていう違いかなと思ってます。今回ラインの力で優勝することができました。あのまたオールスター以降もあの僕たち中四国勢精一杯頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。